だらけよ、見てね、とかいっぱいこのをね、手でね、転がしていくのよ。これいいのかしら。あら、いらっしゃい、見て、がね、13ね、この13をね、私の手でどん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 落としていくわ。あら、いい感じに残念なところに落ちたね。こいつは残念だ。ね。というわけで、これもね、以前ね、一回やったんだけど、何するかっていうと、この13個の全部落として、果たしていくつゲットできるかっていう話をね、という貴重な13個のうちね、もうまずね、ほら、11個まで減るわ。2個はゲットできなかった。でも、すごくね、転がりがいいのよね。この前の動画見ていただけた方にはわかると思うけどさ、よくさ、坂の途中で止まってたじゃない？でもね、コロ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 転がるようになってるわ。すっごくね、いい感じになってるからさ、設定変えてくれたのかしらね。というわけで、コロ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 っと、あれ、なに、こいつは動きが悪い。そうなの？ね、チキンラーメンの動きはいいけど、果汁グミの動きは悪いんだって。変化があって面白いじゃない？というわけで、今度はね、動きのいいチキンラーメン行くわよ。チキンラーメンよ。ね、うまくね、転がってくれて、いいところに入ってくれるといいんだけど、あーもうね、なんでかしらね、これね、どちらかというとね、残念なところに落ちる確率の方がね、低そうなのに高いのよね。うまく計算されてるわ、さすがね。というわけでね、今度は動きの悪いやつね、動きの悪い果汁グミの、を、こう、落としていくんだけど、どうかしらね、あーやっぱ。やっぱりここで詰まってきたわね。この渋滞が起き出すのよね。の渋滞、うまく動かせれるといいんだけど、動かせれないとそのままチーンよね。動きの違いが分かったからね、できるだけね、詰まったね、動かしたいのよ。詰まった動かすのも結局なのよね。というわけでね、勢いのあるチキンラーメンだ。あら、何、いいとこ落ちてくれたじゃない。プッピドゥよ。プッピドゥ。チャンネル登録、評価ボタン、お願いしてもよろしいかしら。思いもよらぬね、ストレートな落ち方でね、ラッキーって感じの1ゲット。ね、続いてね、もう当然このまんまをどんどん落としていくんだけど、厄介なのはこの果汁グミのよね。果汁グミのは、ね、なかなかうまくね、転がってくれないのよね。転がるっていうかね、もうなんかね、転がらずにスライド、ん、どうした、どうした、え、残ってる、しかもこんなところで残ってるのね。これはね、厄介ね。私の手ではどうにもできないから、結局落とす。さっきから私何回って言ってるね、わかんないわね、これ。コモもいいわいいわ、お行きなさい。あー、全然予想外のところ。でもいいじゃない、これ左に、あー止まったが止まった、これ何、すごい差があるわよね。な、重心の違いなのかしらね。もう果汁グミのさ、転がるっていうよりもさ、転がらずにそのままスライドしてる感じじゃない？ね、これ見てて、ほら、なんかスライドしておかしな動きをしてる。あー、また詰まった。ここ、鬼門よね。あそこの詰まったをね、どうやって動かすかによって、ゲットできる数かなり変わってきそうよね。で、この果汁グミ、ぶどうよ、ぶどう。ね、紫がね、若干あそこに紫、なんかもう若干危ないわね。ね、さあ、今度はね、動きがいいはずよ。チキンラーメンのね、チキンボーイ、行くわよ。ほら、あ、触りなさい、そうそう、あー、せめてね、詰まったをね、ちょっとはね、通してくれるとよかったんだけどね、詰まったもんはなかなか出てこない。
ね、どうかしらね、あいつをどんとかして動か、どんとかしてってどういうこと、なんとかしてって普通言うのにどんとかするのよ。いいわ、どんとかしなさい。もうどうせならね、果汁グミの、で果汁グミを、ただそっち行ったのね、そっち、そっちの子、あれどこ行った。え、左の奥に詰まってたわね、今ね。結局大渋滞、そしてあなたもそこで止まー。あと2個しかないのよ。ね、あなたをさ、ドンとドンとすることはさ、できそうにないじゃない。いいわ、もうあなた単体で落ちて、チキン坊やを単体で落としてくれるわ。そしたらなんとか2個はゲットできるんだからね。どこ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 、画角が悪いんだけど止まってる。果汁グミに阻まれて止まってる。え、もうラス1じゃ。え、もしかしたらさ、13個として1個ゲットできないってこと、効率が悪いわね。もう一縷の望みを託してね、オレンジの果汁グミのを一気に落として、お願いね、せめて1個、あと1個、あ、いいじゃない。なになに、あ、よかったわ。あの妻、そんなところにいるのね、オレンジも、ね。何あのアクロバティックな止まり方。というわけでね、なんとかね、本当になんとか全部で3プップピドゥーよ。プップピドゥー。チャンネル登録、評価ボタンお願いしてもよろしいかしら。はい、じゃあね、お次はね、今度は玉じゃなくて角よ。何角って。ね、あのね、パワーマックス系の谷落としね、谷落としというかね、これ若干向こう側が谷だだけ、片谷ね、片谷、言いづらいわね。これよくあるやつよね。これはいかにうまくアームをね、すかして動かすかみたいなところがあるんだけど、このブースさ、すかせないことが多かったりするのよ。ね、きっきっちり掴んで運ゲーみたいな感じがなきにしもあらずなんだけど、まあ、できるだけね、できるだけちょっとね、運に頼らずにね、自分の腕でね、落としていこうと思う。ば、ばってなった。ね、でもこれさ、うまくいけばさ、手前を上げて谷に落ちてくれるといいんだけど、これ、ね、まずね、そもそもね、なぜ運ゲーかというと、下降停止のボタンがないのよね。だからさ、こう下ろしたらさ、絶対下まで行っちゃうわけ。しかもね、いまいちアームのねじれがないっていう。ほらね、こういう風にね、今のでもさ、本当にうまくさ、手前の角をちょんって掴んであげたら落ちた。あ、落ちた。ちょっと鼻水出た、今。何？落ちたじゃない、これね。ごめんなさい。多分ね、完全にまぐれ。ありがとう。プップピッドゥーよ。プップピドゥー。かまこの沼。さあ、最後はね、このね、謎の板チョコタワーをね、なんとか攻略していこうと思うんだけどね、今のところね、こう、爪がね、うまく刺さる以前の問題ね、完全に、ああ、でも落ちたわ。プップッピッドゥーよ。プップッピッドゥー。今日は予期せぬ落ち方いっぱいあるわね。っていうかさ、これさ、ね、どうやって撮るのかしらね。今ので1枚ずつさ、ペリペリめくっていく感じで撮っていくの嫌よ、そんなの。ね、どうせならさ、バーって落としたいじゃないね。で、これ爪が刺さってくれるといいんだけどさ、全然刺さる気配ないわよね。え？ってなるわ。何これ？どうやって撮るの？え、本当に1枚ずつ落としていく感じなのかしら。いや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 、嫌よ、それは。本当に嫌。そんな、これを1枚ずつ100円ずつね、地道な作業をするならね、私はコンビニ行って買ってくるわ。明治くださいって言うわよ。違うのよ。多分違うのよ。何かがあるのよ、これには。見えない。え、ちょっと待って、でもさ、ずれてきてない？
これずれてくると下から持ち下からこうなぞり上げてきた爪がかかるわよね。それでくそういうこと、もしかしてそういうこと。じゃあさ、これ若干ね、寄せ目、いまいち寄せはうまくいってないんだけど、これ若干寄せ目にしてズズズズズってやった、ほら何ちょっとずれたわ。今寄せが甘かったけどさ、もうちょっとしっかり寄せたらさ、ズズズって斜めになるじゃない。それを一気にこうチャプ台返しみたいにして落とすってことなのかしら。今度はね、ちょっと若干寄せは強めよね、さっきより。で、さっきよりかかりが、お、あ、あ、なに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 、すっごい階段、もうなんか天国へ登っていく階段みたいなのできたわ。これあと手前を描いたら奥にグワンよね。いや、見つけちゃったわ。さあ、明治の板チョコね。いい明治の板チョコよ。あー、失敗したけど。失敗したけど落ちたわ。あそこで失敗する私もどうかと思うけど。じゃあ寄せがね、寄せが良くなかったわね。寄せすぎて、バラバラってなっちゃったけど、あばよくば、今あそこのね、隙間に落ちてる板チョコ4枚グラムいけたわね、これ。こう、段階を踏んでね、形を作っていく攻略ってなかなか楽しいわ、I miss you。これはね、ちょっとね、今度改めてね、またちゃんと攻略していきたいと思うわ。というわけでチョコは4枚プップッピッドゥよ。プップッピッドゥ。Thank you.